はい、こんにちは、あれはこんばんは、神山です。本日はラーメンバトンバトンでこちらにやってきております。ラーメン山沢さん、とても楽しみにしてまいりました。こちらは白石区になるのかな、場所はですね、駐車場が3台分ありましてですね、地下鉄駅からもそこまで遠くない白石区から、とても楽しみです。それでは早速入ってきます。ラーメン山沢の山沢さんでございます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。こちらが山沢さんのメニューになっております。ランチタイムのランチ肉ご飯、安すぎますね。ありがとうございます。こちらは看板メニューの濃厚煮干し、セメント系のスープがとても美味しそうです。こちらは鶏チンタン、打って変わって非常に綺麗なスープです。美味しそう。これはもう本当にメンマがすごい特徴的で、めちゃくちゃ大きい。いただきましょう。すごい色です。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。あ、美味しい。うん、これは、うん、うん、すごい。なるほど。うん、うん、うん、すごい。すごい匂いします。味だ、このネギ、白いネギがいっぱい乗っかってる。これがめっちゃ美味しい。合う。ネギ2種類あるんだ。青い部分と、チャーシューもすごく、うん、うん、チャーシューもおからっぽくなってる。このスープめちゃくちゃ合う。いいよいいよ、こいつは。うん、うん、メンマ美味しい。何これ。うん、この子は濃いけど、全然濃くないというか、醤油も、あ、美味しい。あ、美味しい。うん、うん、醤油もすごく美味しい。それめちゃくちゃ古い、すごいですね。うん、うん、うん。濃厚煮干しの方を食べさせていただいたんですけども、はい、ものすごく美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これあの、あっさり煮干しと濃い煮干しと濃厚煮干し3種類あるじゃないですか、はい。これはそれぞれどんな風に違うんですか。濃厚だけは、はい、パイタンになってます。あ、なるほど。あっさりと濃い煮干しは煮干しのみですね。煮干しのみなんですか、はい。あ、じゃあ、あっさりと濃い煮干しは本当に煮干しの濃度が違う。そうです。なるほど。それでさらにそれであのスープちょっとドロッとさせるために鶏白湯を入れてるのは濃厚煮干し。そうですね。あ、すごい。本当に最後の方結構なんかまたちょっと味違いますもんね。ビターになっていくというか。そうですね。ちょっとあの煮干しペースト状にしてまして、はい、それのちょっとあの沈殿してるので。あ、なるほど、はい。でどんどんこうなんか煮干しの味が濃くなっていく感じなんですね。ちょっと混ぜながらとか食べて。あ、そういう食べ方が結構より正しい。いや、正解はないんですけど、はい、なるほど。なんか飲んで口にだんだんなんか味がどんどん濃くなっていくのが面白かったです。はい、すごい、本当に美味しかったです。辛煮干と濃厚辛煮干も、じゃああれですか、辛煮干は、辛煮干は濃い煮干しベースで、はい、そうですね、濃厚は濃厚辛煮干、濃厚煮干しが辛くなっているみたいな感じなんです、はい、そうです。もちろんその鶏チンタンの先ほど醤油のものを食べさせていただいたんですけども、はい、これもまた全然キャラクターが違って、そのよりすごく美味しかったです、はい、あ、ありがとうございます。先ほどなんかその一応車の中で、はい、フィギュア氏からいろいろお聞きしまして、もともとは南11条の方にあったっていう話を聞いて、はい、でどうしてこちらに移転されたんですか。建物の取り壊しですね。取り壊しですか、はい、あの立ち退きです。立ち退きなんですね、はい、じゃあもう何の前触れもなくというか。いや、一応前触れというか半年7ヶ月ぐらい前には言われましたね、はい、あ、この建物を壊すのでってことですか。はい、で
じゃあ、ずっと探しながら営業してって感じで、はい、半年、たった半年、結構短いですよね。短いです。ですよね、お店見つけて。ここ結構タイミングよく、本当向こう終わるギリぐらいで、はい、あのここ見つけまして、はい、そんなに、なんだろう、間空いてないです、そこまで。あ、そうなんですか。はい、これでもあの、それこそ営業するためには改造とかいろいろしなきゃいけないんですよね、きっと。まあでも、結構でもあの、できる感じだったので。あ、なるほど。うどん屋さんだったんですけど。あ、もともとがですか。あ、なるほど。じゃあそれをちょっとそのまま、はい、ちょっとそのままレイアウトして使う。直すところは直しまして、はい、まあ、厨房機器とかはあの買いましたけど、厨房の方は買いましたけど、はい、まあ、こっちの方はそこまでは。あ、そうなんですか。はい、床とコンターをちょっと変えたぐらいですかね。へえ、なんかすごくおしゃれな木目調のちょっとカフェっぽい感じというか。うん、喫茶店っぽい感じというか、はい、なんかそれこそ前の店舗もとてもおしゃれだったっていう話を聞いたんですけど、ね、ラーメン屋さんっぽくない感じだったんですけど、もともとそれはあのコンセプトとしてあったっていう。あれは友人と一緒にやったんですよ、最初。あ、なるほど。別のラーメン屋を。あ、その友人の趣味というか、その考えというか、そうです、その女性が来やすいみたいな感じだったんですか。まあ、そうなんじゃないですか。その方はまあ、はい、もうじゃあことは完全な友人の好みで作った店舗で、はい、まあ、僕は雇われ店長みたいな感じで。なるほど。働いてまして、はい、で、まあ、そこからですね、流れは。それでそのままそこのお店で山沢さんが始まって、はい、そうです。で、こちらに移転してきて何年目ぐらいですか、はい、まあ、5年目です。5年目ですか。あ、6年目に入ってます。6年目、はい、2017年ぐらいからって。あ、違うか、そうか、ね、ちょうど、はい、そうですね。2017年。17からじゃあ、はい、結構長いことこちらなんですね。なんか、まあ、そうですね。旧店舗の方は何年目？5年前。あ、5年前、はい。じゃあもう全部合わせると、はい、10年以上に。そうですね。そうですね。いや、すごい。なんか、それこそ、ここはもう、バトン回す前にも、ものすごいハードルを上げていただいて。どうしたんですか。びっくりしました。本当に美味しくて、って、もう全部、もうそれこそ、あの、今日、濃厚と新体いただいたんですけど、はい、その2つを特にその推してたというか、もうこれさせたら天下一品だし、これもまたうまいみたいな感じで言ってたんで。まあ、こちらに移ってきてからの苦労とかって何かありましたか。苦労ですか。駐車場ですかね。あ、駐車場が存在感ありますよね。いや、やっぱりあの使いづらいというか、はい、あ、なるほど。車種によっては特に斜めに、はい、そうですよね。大きい車だとちょっと、そうなんですよね。特にこれからの時期、かなりコツがいるので冬になるとちょっとあれですよね。ラインがないの見えなくなっちゃってるので、はい、一番は駐車場かもしれない。なるほど、はい、いつも駐車場の問題でずっと、じゃあそれはずっと続いてらっしゃるんですね、はい、なるほど。ここらって最寄り駅は白石駅です。あ、白石ですか、はい、地下鉄と JR の。地下鉄。地下鉄がですか。もう10分ぐらいですか。かかりますかね、はい、それぐらい。10分ぐらいだったらって感じですもんね。確かに結構。いやいやでも、あ、そうか。なるほど、そうですよね。ここ環状通り出てすぐ行ったら、もうすぐ白石駅。こっちなんか斜めから行けるんで。あ、なるほど。そうです。あ、なんか青山の裏あたりですか。あ、そうです。ですよね、多分。そうです。あれは通ってくれば近いんですね。はい、なるほど。まあ、歩いて来られる方は。ご近所さんの方とかも結構来られますか。あ、そうですね、おかげさまで。やっぱりじゃあそのどん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 ファンがついていってという形ですね。いやー、なんとかありがたいことに、はい、やはりこの、 あの前の店舗とこちらの店舗で違いとかってあったりしますか、はい、お客様は家族の方が増えました。あ、なるほど。こちらのファミリーの方が多い。ファミリー、はい、ファミリー層が多いし、はい、多分きっとそれこそあれですよね、前もお店も5年やられてたら、はい、その時のファンとかも、あ、来ていただいてるお客様もきっといらっしゃいますよね、はい、実に、はい、この味だと。その時も前のからもずっとこういうメニューだったんですか、はい、前はもっと多かったです、はい、あ、そうなんですか。味噌も塩もありました。あ、全部やられてた、はい、全部やってました。今は醤油、醤油だけでだけということですか、はい、粒で変えてる感じです。あ、なるほど、はい、もう一つに絞った理由とかってのはあったりしますか。やっぱりあの向こうでやってる時からなんですけど、はい、煮干しばっかりで。あ、なるほど、出るのが。そうなんです、はい、なるほど。でもやっぱりあの味噌とか塩しか食べないあのお客様もいらっしゃるので、はい、やめれ、あ、一応あったわあったってことですね。なんか利点を機に。あ、なるほど、1個に絞ろうっていう感じですよね、はい、まあ確かに
そうですね、だいぶ違いますもんね、きっと、まあ、たまに味噌とか塩は限定とかで出したりとか。あ、はい、今は先ほどもちょっと見せていただいたんですけど、限定めちゃくちゃ面白いラーメンありましたね。あ、なんかいい、昔ですかね。そうなんですか、はい、あのカップラーメンの、はい、オマージュした感じのやつとか、はいはい、さっきなんか激麺とシーフードヌードルのやつ見せていただいたんですけど、はい、すごいですね、あれっていいどういうことなんですか、その食べてるもので、はいはい、なんとなくこれだろうなっていうのが分かるっていう感じですか。今な分かるわけではないんですけど、イメージでですね、はい、あ、なるほど、はい、こうだろうなみたいな感じで、それで膨らませていくみたいな感じなんですか。めちゃくちゃ食べてみたいです。限定だからもうかなわないんですけど、カップラーメンとかもお好きなんですか。いや、大好きで。あ、そうなんですか。最近はそんなに食べたくなったんですけど、はい、まあ、元々は大好きなんです。好きで、それでやりたいなぁ。なるほど、はい、じゃあご自分で作れるって、ちょっと僕その、まあ、料理やったことないんであれなんですけども、全然想像がつかないんですけど、はい、その相当できる人って限られてきますよね、きっと。いや、そんなことはない。そうですか。僕も全然そんなんじゃない。いやいやいや、だってほとんど同じ味だったってさっき、本当にそれが美味しくなったバージョンみたいな感じで、いやいやいや、言ってみたいようだったんですけど、またそういうのは、限定は、ま、あの今後もまたちょっと何かあったりするんですか。限定も結構こっちの店舗来てから最初の頃やったんですけど、はい、レギュラーメニューばっかりで。あ、なるほど、限定があっても。そうなんです。なるほど、なので大人気なんですね。いやいやいや、煮干しがやっぱり。いや、ありがたいことなんで。いや、でも確かに本当に唯一無二というか、本当にすごく、はい、メンマがめちゃくちゃ俺すごい、もともとメンマ大好きですけど、いや、もう最高でした。次多分俺このトッピングのメンマを頼みつつ、はい、頼んじゃうだろうなぐらい本当に感動しました、はい、めちゃくちゃ美味しかったです。いや、しかもなんかなんですか、チャーシューもそうなんですけど、はい、煮干しのこの濃厚の煮干しにものすごく合ってたというか。あ、そうですか、ありがとうございます。チャーシューも、はい、結構僕もなんか食べる好きな食べ方というか、はい、麺と具一緒に食べるのが好きで。あ、大好きです僕も。だからなんかボロッとなんか、はい、ふざけやすいので。あ、確かにそうでした、ね、一緒に行けました、確かに。あ、なるほど、そういうことだったんですね。あ、なるほど、一緒に食べるのが好きなんで、はい、はい、しかも一緒に食べたらまたさらに美味しい感じで。あ、本当ですか、すごい美味しかったです。なるほど、そういうことです。だからちょっとこうポロッと崩れやすい感じのチャーシューになってるんですね。 あれなんかすごいですよね、その なんていうか、しかもちょっとなんかその油っこくないというか、なんか結構食べててもホロホロ崩れる系の感じじゃないですか、はい、だからそれがすごく麺のあれとも合ってて、すごくもう感動して、今ではもうまたぜひぜひ。一番出るサイドメニューって、サイドメニューありますか。はい、おすすめの食べ方みたいなのもいいです。トッピングのチャーシューとメンマはやっぱり出るですか。結構出ます。ですよね、はい、絶対美味しい。結構このランチ肉ご飯ってどういうものなんですか。はい、ランチ肉ご飯小ライスぐらいの量に、はい、チャーシュー細かくして炙ったやつ。あ、なるほど、タレかけて、はい、あ、じゃあもうチャーシューの肉が乗っててご飯なんですね。はい、めちゃくちゃ安いですよねこれ。結構お得感は。いや、ですよね、これ確実に出れば出るだけ赤字になっちゃうんじゃないかなっていう。そんなことないですか。はい、100円はすごいなって思ったんですけど、これもやっぱじゃあ人気ですか。そうですね、結構頼まれる方多いです。なるほど、はい、結構その一番やっぱり人気のものってどれですかね。ラーメンとかでも。ラーメンでいいですか。はい、ラーメンはやっぱり濃厚系が人気あります、ね、あ、濃厚でもしか飲むから煮干が、まあ、今この時期ちょっと寒くなってきたらちょっと落ちましたけど、まあ、つけ麺も。なるほど、はい、から煮干と煮干しのつけ麺も、ね、はい、これも結構基本的には同じ味付けというか、まあ、つけ麺も。あ、そうですね、はい、なるほど、つけ麺もすごい気になったんで次食べてみたいなと思いました。はい、ぜひ、はい、ちょっとやっぱ麺が太い感じですか。そうですね、平打ちです。麺とかって全部結構麺は煮干しラーメンは一緒で、はい、鶏は違います。あ、なるほど、3種類ですね、麺は3種類なんですね、はい、あ、じゃあつけ麺も含めてってことなんですね。はい、じゃあこの鶏ラーメンの2つはちょっと違う感じで。そうですね、ちょっとつるっとしてるって感じですか。パツッとしてる感じですか。なるほど、なるほど。煮干しの方がじゃあ逆にちょっとつるっとしてるんですか。つるっともちっとした感じというか。なるほど、はい、全然、あ、なんかあれなんですかね、濃厚煮干しがこうスープがザラッとしてるから気づかないもんなんですかね、はい、なんか割と、はい、僕はなんか、あ、
パツッとしてんのかなと思って食ってました。そうでないですね。でもこの方はツルとしてる。分からないです、僕の感覚では。あ、なるほど。ちょっとかすい高めになってて、そうですね、で、取れられるのがちょっと低めになってる。そうですね。なるほど、はい、だからもう、おっしゃったんで、もうどっちもでもすごい悩んじゃいますね。どっち食べようか。白湯も食べてみたいし、またぜひぜひすぐ来させていただきます。今まで来たお客さんの中で、はい、もちろん前の店舗もいいんですけども、この方面白かったとか、なんかエピソードみたいなのがあったりしますか？はい、なんかいや、なんでもいいです。いや、すごいもう人だなとか、なんかもうラーメン5杯ぐらい食べてくれたとか。常連のお客様なんですけど、はい、メンマかける4とかメンマだけでもメンマだけで4つ分トッピングする方いらっしゃいます。なるほど。でもその方だけです。じゃあその方は結構いつも来られるとメンマを4つトッピングしてらっしゃるんですか？そうです。すげえ大好きなんですね。いやでも分かります、このメンマものすごい美味しかったんで、トッピングでつけたくなる。4つはすごいですけど、ね、4つってもう埋まっちゃいません？あ、もうラーメンに載せれないんで、別皿で。あ、別皿なんですね、はい、なるほど。もうこっちだってすごいことになっちゃいますもんね、絵面が。そうですメンマしか入ってないみたいな。いや、なるほど。いや、もう最後スープ飲みながらメンマ食べてる感じ。もう麺はなくなっちゃったんですね。麺はないです。メンマだけになっても、はい、それでもメンマを食べたいという。このちなみにこの本当唯一無二のこのちょっと大きいメンマとか平べったいメンマとかって、はい、これはどうしてこういう形になってるのかなんですか？あれはああいうふうに切ってるんですよ。あ、なるほど。短冊メンマって言って、はい、なんかこういう1枚のあるんですけど、それはああいうふうに切るとカットしてあんなふうになるんですね、はい。なるほど。なかなか他にないですよね。どっちかというと細っぽい感じのやつが多いから、はい、次に、はい、バトン回していただくラーメン屋さんをご紹介いただいてもよろしいでしょうか？あ、では東区のコップ屋さんで。あ、コップ屋さんですね。ありがとうございます。遠藤さんにまとまったということで、はい、ありがとうございます。というわけで今回は山沢店主が山沢さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。お願いします。はい、ラーメン山沢さん、煮干しでね、大ブレイクしたお店ですが、僕なんか結構ね、あっさりな鶏チンタンも大好きなんですけど、もう煮干しと鶏チンタン、フレークアイタンもあるんですよ。メニュー様々ですけど、これ食べても美味しいんで、ぜひ一度食べてください。ありがとうございます。では、次回は東区のほっぺ屋さんにお邪魔します。お楽しみに。かあちゃん、やちゃん、サクスフォー、エヴァちゃん。